栄骨生物群衆とは、深海において沈行したクジラの死骸を中心に形成される生物群衆のことである。熱水噴出口と同様、隔離された環境の特殊な生態系として注目されている。打ち上げられたクジラの死骸。死亡の分解に伴い強烈な周期を放つ、クジラのような大型の海洋性哺乳類は脂肪組織を多く含む。 脂肪の分解過程でメタンや硫化水素といった化学合成の基質となる多くの物質が生成するため、これらの生物の死骸が沈降した場合、周辺には化学合成細菌を生産者とした独自の生態系が形成される。また脂肪組織のみならず、霊骨をよりどころとして生活する生物も数多く報告されている。 芸骨生物群衆は広大な深海に点在する生物群衆であり、構成する生物は隔離分布の様式をとる。群衆のエネルギー源となるものは、クジラの他には、アリミツ層から供給される、マリンスノーのような有機物粒子に限定される。また、遊泳能力のあるイカなどのネクトンや、移動能力の高い大型の甲殻類の往来は、あるが、群衆を構成する生物の多くは、 移動能力が低いか、あるいは固着性で移動しない。したがって、ゲイコツ生物群集は閉鎖系に近い生態系で、あるとされる。最初に、ゲイコツ生物群集が発見されたのは1987年。場所は、カリフォルニア州サンタカタリナ湾沖の、サンタカタリナ海盆の水深1240メートル地点であった。発見したのは、ウッズホール海洋研究所が運用する。 深海探査艇アルビン号である。日本近海では1992年、海洋研究開発機構の深海6500により、小笠原諸島沖の鳥島海山から、ニタリクジラのものが見つかっている。天然のゲイコツ生物群衆の発見例は、1987年から2013年までに、6例ほどとなっている。2013年4月には、有人潜水船。 深海6500を用いた日本とブラジルの国際チームによる調査で南大西洋のブラジル沖のサンパウロ海嶺近辺水深4204メートルの海底において7例目となるゲイコツ生物群集が発見されている。本群集はこれまでにゲイコツ生物群集が発見された場所としては世界最新で発見された41種の生物は ほとんどが新種だと考えられている。このゲイコ骨は、クロミンククジラのものであり、腰リエビの仲間や骨食い花虫の仲間などが見つかった。これら天然のゲイコ骨のほか、人為的にクジラの意外を沈めた調査も行われている。例えば2002年に、鹿児島県大浦町の海岸に、多数のマッコウクジラが座礁したが、座礁して死亡した個体のうち12個体が、 薩摩半島の野間岬沖に運ばれ、海洋投入された。また、2005年に、静岡県熱海市の海岸にも、マッコウクジラの遺害が漂着し、相模湾八島北東の沖合に沈められた。このようにして、人工的に開始された、ゲイ骨生物群衆は、天然のものとは異なり、位置と開始時期が明確であることから、群衆の推移を研究する上で重要な、 調査対象となっている。ゲ骨生物群集を構成する、主な生物を挙げる。特に重要な生物は、化学合成細菌群で、これは前述の通り生産者として機能する。これら細菌の検出には、堆積物など PCR にかけて DNA をクローニングし、16S な系統解析を行って、同定という手法が用いられる。 大型のベントスである貝類などの軟体動物は、エラに化学合成細菌を強制させ、エネルギーを得ている。熱水噴出口と共通の生物も多い。ここでは、ゲイ骨生物群集に特異的な生物を中心を取り上げ、通常の海域にも普遍的に出現する、甲殻類などは割愛する。意外かきぬたれガイかこれらの生物は、すべてが同所的。 同時的に出現するわけではなく、生物群衆の繊維に従って出現する。これまでに、いくつかのステージが定義されている。ゲ骨によって、繊維の進行に際はあるため、経過時間は、おおよその目安である。1987年に、最初のゲ骨生物群衆が発見された際、スミスラは、この群衆と、熱水噴出口やメタン冷油水域に住む、 生物との共通性に着目し、これらの分散に寄与しているという仮説を立てた。これが、ステッピングストーン仮説である。仮説によれば、不定期かつランダムな場所に沈工するゲ骨が、熱水粉質孔などに依存して生きる生物の足がかりとなり、他の海域へ拡散するための拠点として機能するという、飛び石仮説への反論として、 ゲイコツと熱水噴出口に形成されるそれぞれの生物群集に共通して存在する生物種が少ないことが指摘されている。これまでに熱水噴出口生物群集で確認された200種、あまりの生物のうち、クジラ以外を含む他の生息環境でも見つかったものは10種程度に過ぎない。逆にゲイコツ生物群集のみに含まれ、 他の化学合成生態系では見られない生物も存在する。熱水噴出孔生物群集の分布拡散は、クジラ以外の沈降という偶然の事象ではなく、海洋定拡大説に関係した現象である可能性も示唆している。飛び石化説を否定する別の論拠として、化石の研究に基づく年代的問題がある。指針予行期より以前には、 太平洋におけるクジラの存在は示されていない。しかし、冷水用よび熱水噴出抗生物群衆は、少なくとも死神宇宙期には太平洋北東部で形成されていたと見られている。多様な生物群衆を維持するために十分な大きさのクジラが太平洋に出現するのは中心予行期以降である。これらの反論に加え、実際に 飛び石として機能しているかどうか検証されていないことなどから飛び石仮説は未だ仮説の意見を出ていない近年逆にゲイコツ生物群が熱水噴出口の生物群の起源になったのではないかとの説も出ているそれによると例えば意外類にはどちらにも化学合成細菌を細胞内共生させているものがあるが熱水噴出口のものの方が 共生関係の発達が高度であるという。また、クジラ死体の場合、通常の生物が餌とすることが可能な部分が大きい。そこで、この死体を食い尽くす、生物群衆の発達する過程で、最後に残る骨とそれから出る硫化水素などを元にする、生物群衆が出現し、これが、より硫化水素の多く出る場として、熱水噴出口で発達したのではないかとしている。しかし、 これは、蒸気の出現年代の点で問題がある。ありがとうございます。